What's up everyone? 皆さんこんにちは。 MC のまみぞーでーす。皆さんいかがお過ごしですか？はい、今回はですね、第2回スパークルタイムのアドバイス動画となっております。各ジャッジがランダムに選ばれた参加者へのアドバイス動画を撮っていただいておりますので、そちらの方をご覧いただく動画となっております。はい、まずはですね、私からもせっかくなので今回の感想を言ってみようかなと思うんですけど、2022スパークルタイムで2回目とその前に1回やってるので、今回で3回目かな、3回目になるんですけど、なんかこう回を追うごとに本当に前回も同じようなことを言った気がするんですが、このTTT タイムっていうイベントの色がどんどん濃くなってきていて、そのイベントにね、出演条件があったりとか、なんかそういうオトガールズの親がもらえたりっていう特典があったりするのもあるからなのか、なんかすごいこの他のオンラインコンテストとはだいぶ違う色の出場者の方がたくさんいて、なんか見てて本当に楽しいなって思うのが一つですね。で、本当に今回も出場権を獲得した2チームもすごい本当にイベントの色にめっちゃ合ってるなっていうのを個人的に思って、でなんかそういう派手で可愛くてっていう女の子がたくさん出ているのがいいなって思う反面、そういうの関係なしに本当にスキルで勝負している、なんかオンラインコンテストっていうものに向けて頑張ってくれているチームだったり、ソロの子も多くて、でより幅広くなってきたので、ここから先この2つの側面でこのオンラインコンテストが成長していったらますます面白いなと思って今回見ていました。本当に楽しい時間となりました。 Thank you guys so much。 それでは各ジャッジのアドバイス動画見ていきましょう。どうぞ。はい、じゃあ小学生部門から、はい、1番の甘える、良かったとこと悪かったとこちょっと言わせてください。良かったとこは、構成がすごい面白くて、で振り付けもすごい手が込んでいて、その最後までこう飽きなかったというか、そういう感じの印象だったんですけど、なんかその照明がちょっと暗すぎて、ちょっと青、全体的にこう青っぽくて、なんかこうなんかちょっと見づらかったなっていう残念な気持ちなのと、あと振り付けはいいんですけど、こうスピード感というかそのメリハリの部分がこう少なかったなっていうのが印象です。あとはなんていうんですかね、こうサプライズみたいなのが、まあ最初と真ん中と最後にこうあったら、ちょっとまた順位が変わってきたのかなっていう感じです。はい、2番のふうかちゃん、もう最初のバンバンバンに心打たれすぎてすごいハッピーになりました。こちらも、はい、そして普段ヒップホップをしてるのかな、もうたくさんのステップが出てきて、あきっといつも練習してるんだろうなっていうのがとても見えました。そして何よりもそのステップを踏んでる時がすごい楽しそうで一生懸命なのが伝わってきました。リズム感もすごい、あ、なんだろう、本当に16ビートだったりとか、多分普段レッスンで頑張ってるんだろうなってところがとても見えたので、その調子でしっかりしっかりもっと大きくダイナミックにいろんなステップを練習して、素敵なダンサーさんに成長していってください。はい、まず3番の渚ちゃん、はい、最初のね、画角の入りがすごいなんか PV みたいで私すごい好きでした。で、選曲とあと振り付けもあと表情も結構の大人っぽいセクシーめな感じを自分のものにしててすごい素敵だったなって思います。で、なんですけどちょっとね BPM が遅い曲だったので、もう少し振り付けのスピード感あるところ、振り数増やしたりするところもあった方が良かったかなと思います。ちょっと学びしてるところがかなと思うのと、足が出てたので衣装なんで、フロアからの、上がる時の膝の曲げとかがちょっと目立っちゃっていたので、練習でしっかり足が見えてるところ、足を気をつけるところはちょっとクリーンにした方がいいかなと思います。でも衣装も可愛くてとても素敵でした。続いて4番のリンカちゃん、多分グローブだったのかな、グローブ
じゃないですよ、多分グローブの曲をカバーしてるアーティストですよね、多分すごい懐かしいなっていうのがまずちょっとこの曲使うんだっていう、すごい僕は完全に世代だったんでこうすごいあの印象深かったんですけど、この振り付けもすごい良くて衣装も良かったんですけど、先ほども言ったようにこうなんかサプライズというかこうスピード感がこうそこにプラスされるともっとこう引き込まれてこう順位も変わってきたのかなっていう印象です。はい、そして次5番のラジョリー、こちらはね、バックでショーの映像だったのかな、見させてもらったんですけど、もう最初の2人のシンクロ具合、最初の時点で、あ、何かやるなこの人たちっていうのがすごい見えました。そして振り付けもバックが本当に好きなんだなっていうぐらい、自分たちで振り付けをしてるのかな、それとも先生に振りをつけてもらっているのかな、どっちかわからないんだけど、自分たちのものにしてすごい楽しそうにテクニックを見せてきてるなっていうのがとても印象的です。で、後半2曲使いだったと思うんだけど、後半はあのね、いろいろ遊びだったり顔芸でお客さんもプラスで楽しませたりとかしてて、あ、すごいコミカルなチームなんだなっていうのがとても印象的です。強いて言うならば1曲目から2曲目の切り返しのなんか後ろに歩いてちょっとスタンバイするときにふっとすなんかなんだろう素に戻る瞬間っていうのが見えたので、せっかく最初がずっとお客さんの心をつかめてるから、そういう切り返しの部分もしっかり私の背中を見なさいっていうぐらいの気持ちで見せれたらもっともっと素敵になっていくんじゃないかなと思います。はい、では次6番のアマテラ、人数多くてね、振りもすごい揃ってて、それがすごい迫力になっててかっこよかったです。手先までとっても綺麗でした。で、表情がどっちかといえばクールな感じだったんですけど、でもネタに合ってて私はすごいいいなって思います。あのクールな表情で揃っていたのがすごいかっこよかったなって思います。で、衣装が裸足で踊ってたと思うんですけど、手先とかアームすぶりがすごいクリーンな分、途中の一列で足上げるところのフレックスがねポツポツポツっていたのがすっごい気になっちゃった。一瞬足パッて上げた時にフレックスだったのが、あー、もったいないって感じだったので、そこもちょっと仕上げられるといいかなって思います。あとは構成が途中ね、綺麗なカノンとか入っててすごい見やすくてよかったんですけど、少しユニゾンでワンパターン、ユニゾンガチ揃いみたいなのでワンパターンだったのがちょっと多分みんなのスキル的にもうちょっとトリッキーな構成ができるかなって思ったので、もっとごちゃごちゃ動かしても私はいいかなって思いました。うん、かっこよかったです。で、続いてユノンちゃん7番の、はい、ここは僕、特別賞僕の方からこう当てたんですけど、振り付けも良くてそのサプライズもあってすごいいいなと思ったんですけど、ここにプラスなんかそのまあ曲調が変わったりだとかこうもう一段階こう激しい部分がこうあったら、もしかしたらこう1位2位3位の中にこう入ってきたんじゃないかなっていう印象です。あとはこうもう本当申し分ないぐらいこう技もあったしこう表情も良かったんで、あともう一つって感じですね。はい、8番の朝香ちゃん、すごくダイナミックな技をしっかり見せれててとても素敵でした。最初の入りに関しても、あ、この曲で踊るのかっていうのを最初思ったんだけど、それにプラスしてなんかなんだろうな、すごい強い部分だったりとか、なんかなんだろう、グーって表情だったりだとかもなんか切ない部分だったりだとか、すごい引き込まれるものがとてもとてもありました。で、振りの構成的にもどん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 最後に向けてなんか大きくスピード感も増していくのがとても素敵だったなと思います。ただ一つ気になったのがやっぱり曲調、そしてあのやってるジャンルがジャズで、すごいなんだろう、グッて見せようっていうような今回パフォーマンスだったんで、撮ってる場所がすごいあの
明かりが素明かりなのは別にいいんだけど、ちょっとなんだろう、布で隠してるみたいな場所だったのが雰囲気を少し壊してしまってるのかなっていうのが印象的だったかな。あと衣装がすごいレースですごい素敵だったのに、髪の毛がなんだろう、すごい一つぶくりなんだけど、もうちょっと外れかけちゃって、ここら辺もいっぱい毛が出ちゃってっていうのがとてもちょっともったいなかったのかなと思います。髪の毛もね、せっかくピシッとした踊りをされてるから、髪の毛もピシッとして踊ったらさらに雰囲気も出せて良くなるんじゃないかなと思います。はい、中学生部門、ゆなちゃん。はい、でね、雰囲気がまず入りからあって、すごいなんか独特な感じで私すごい好きでした。で、曲線的な動きがすごい上手だったなって思う。滑らかで、なんだろうな、柔らかいムーブっていうか、こう、がすごいかっこよかったなって思うんですけど、逆に細かいムーブがちょっとクリアさが足らなかったかなと思うので、そこもちょっとカッカッカッとかツッとか止めとかすると、その曲線的な得意なムーブがもうちょっと生えてくるかなって思います。で、途中のね、音の速さがアップしたところ、すごいなんかクイックでなんかスパイスになってて、めちゃめちゃかっこよかったです。ナチュラルにこうなんか盛り上がってて、すごいかっこよかったです。アドイス、ここはもうスタジオがすごいっていう、もう印象というか思い出というか感じだったんですけど、すごく衣装もこう水色と白で、すごく夏を感じました。すごい良かったです。ですが、こうちょっとスタジオの印象がこう強すぎて、こういまいちこうなんかこうダンスの情報がこうしっかり入ってこれなかったっていうのが率直な感想です。で、構成もすごい凝ってたんですけど、なんか振り付けが結構単調というか、そのずっと一定のテンポだったんで、ここになんかスピードチェンジだったりとか、こうテンションのこうなんか切り替わりというのがはっきり見えてきたら、またちょっと変わってきたんじゃないかなと思います。はい、ソロを踊ってたリーナちゃん、はい、ね、シアラのレベルアップを使ってた印象だったんですけど、衣装もすごい可愛かったです。で、初っ端からカメラ目線もすごい私を見てみたいな感じがバンバン伝わってきて、素敵でした。私はすごい好きでした。で、撮ってる音だったりとか、なんかビートを撮ってたり歌詞を撮ってたりっていうのが、振り付けが私的にはすごい見やすかったなっていうのが印象的です。ただそのきっとこういうこういう音を出したいんだろうなっていうところだったりとか、きっと歌詞こういう風にちょっと滑らかさを見せたいんだろうなっていうところが、やっぱりもう一個スキルをアップしていければ、もう一個ダイレクトにこっちに伝わってくるのかなと思ったのと、こういう長いアームウォーマー、手袋かな、ピンク色のつけてたと思うんですけど、やっぱそういうここにアクセントがある衣装っていうのは、やっぱ手の動きがすごい目立っちゃうんだけど、特に動きの中で手の使い方をもう少し練習できれば、すごい綺麗なショーになるんじゃないかなっていうのが印象的です。ね、女性らしさなので、指先までもっと意識して自分の好きな世界を広げて練習していってみてください。ね、ココちゃん、ココちゃん私一番得点高くつけさせていただいたんですけど、まず体のムーブのラインがとっても綺麗でした。足先まで、で止めもしっかりやって、すごく見やすかったです。で、音の切り替えを原曲と違うバージョン持ってきてて、プラス音の切り替えもあって、すごいなんか展開があって、とってもかっこよかったです。で、私途中の斜めに行くなんか振り付け、後ろかな、左後ろからこう右に流れていく振り付けが、すごいなんかソロなのに、なんかちゃんとステージをこう横と縦じゃなくて斜めにも使うって、なんかそれがすごい発想的にとってもグッドだなと思いました。あとは衣装がちょっとだけさばけてなかったかなって思うので、丈が長いとかトップスが長いとか、もうちょっと動きが見える衣装でもいいかなとは少し思いました。です。とても素敵でした。はい、で、続いてバイパーマニー、
ここも多分一緒のスタジオですね。多分一緒のスタジオだったのかなっていう感じなんですけど、でここは本当曲数が多く展開がすごい見えたんですけど、の割にはあのテンションの差があんまりこうはっきりこう見られなかったというか、そこがすごいもったいないなって感じだったんで、曲調に合わせてしっかり1曲目はこういう見せ方、2曲目はこういう見せ方、3曲目はこういう見せ方みたいな、ちょっとこう自分たちの武器というか、ここでこれを見せる、あれこの曲でこれを見せるっていうなんか展開がもっと見えたら全然変わってくるんじゃないかなって思います。はい、はい、では最後にルナちゃんアドバイスさせていただきます。こちらもコンテスト の映像だったのかな。最初座ってるところから顔を上げるシーンから始まったと思うんですけど、もうその表情が、あ、何か始まるなっていうので一気に引きつけられました。でフロアでの一番最初の振り付けもうすごく素敵で、あ、何かが始まるなっていう期待をさせられました。でその後なんだけど、すごい表情も素敵だし、だんだん動きも大きくなっていくんだけど、ちょっと動きの種類がそこからなんか一定になっちゃったというか、もう一回ジャンプをしてたと思うんですけど、なんかきっと、まあ、フリースタイルだからね、こういうことを表現したいのかなって思ったんだけど、リズムがすごく単調になってしまったのがもったいなかったかなと思います。けどそれに反して表情がどんどんグーっていう、なんだろう、アピールしていく表情になってたから、そこに動きもリンクして、表情が目立ちすぎてちょっとダンスの部分が見えづらかったりもしたので、その練習するときは表情もすごい大事なんだけど、体の動き、フリースタイルの中でも何を見せたいのかな、何を表現して何で勝負したいのかなっていうのをもう一個自分と向き合って練習していけたら、さらに良くなっていくんじゃないかなって思いました。お疲れ様でした。はい、ここまで見てくれた皆さん、 Thank you so much、 ありがとうございました。そしてジャッジのお三方も本当にためになる意見をたくさんいただいてありがとうございます。ぜひ皆さん参考にしてみてください。次回のスパークルタイムは少し空きますが9月を予定していますので、皆さんそれまでいっぱいダンスしてスキル磨いておしゃれになって楽しみながらまた参加してください。 See you!